大手口広場界隈唐津大手口バスセンター舞鶴本店ショッピングプラザ大手口とは佐賀県唐津市中心部にある地域の通称である。大胸唐津市の大名工事交差点から市役所前交差点にかけての東西約250メートルの範囲を指し、さらに大手口バスセンターから五福町アーケード入り口にかけて存在する比較的余裕のある空間を大手口広場などと 故障される行政区域は大名工事南条口西条内刀町五福町中町にまたがる唐津市の都心部昭和自動車の拠点である唐津大手口バスセンターが中心的な施設で南方には中心商店街の唐津中央商店街や観楽街の木綿町があり北方には観光庁や公的施設のほか唐津神社がある 1980年代後半までは、唐津で最も繁華な一角であったが、郊外への大型店舗進出により2000年に、市内随一の百貨店であった9枚鶴、百貨店が閉鎖して、以後往年のにぎわいは失われており、現在、唐津大手口が行く再開発ビルを中心に、再開発の計画が進行している。大手口の名は近辺に、唐津城の大手門があったことに由来する。 行政区域の名称ではないが、市は頻繁にこの名称を用いている。藩政時代のこの辺りは、八県庁と呼ばれ、大手口広場に相当する範囲は、柳堀だった。1897年に当初大手通りを貫く、計画だった県道が計画を変更して日ご堀に沿って開通。昭和に入る頃には、 日ごぼりは民間払い下げの上すべて埋め立てられ、1933年に旧舞鶴百貨店の前身となる大手百貨店が開業。以降、大手口は唐津の中心地域としての性格を強めていく。大手百貨店は1957年に舞鶴百貨店と名称を変更し、順次建物を増築。1974年に最後の増築が行われ、 地上7階地下1階の建物規模となった。1980年には唐津大手口バスセンターが旧舞鶴百貨店に隣接して開業。バスセンターは舞鶴百貨店の建物と通路を介して連絡し、大手口は商業機能と都市交通機能の拠点としての役割だけでなく、中心市街地のランドマーク的役割を有するまでになった。しかし、 大手口の中心的存在となる9枚ずる、百貨店は最も古い部分は1933年の建築であったため、建物として老朽化が進行し、十分な営業成績を上げなくなっていった。また、市街地の郊外化とともに大手口そのものの地盤沈下も進み、大手口交差点そばの大越百貨店はテナントビルとなり、1998年には、 同地区にあった大英唐津店が、大英の経営悪化に伴い閉店。市民からは、食料お品の購買機能低下を危惧する声が高まり、その声に応える形で舞鶴、百貨店は、大英唐津店後に、舞鶴本店ショッピングプラザを2000年に開業させ、同時に、旧舞鶴、百貨店を閉店した。閉店後、もぬけのカラーとなった旧百貨店ビルは、 廃墟状態となり、幽霊ビルなどと市民に、俗称、揶揄され、周辺の早急な再開発を望む声が上がったが、最終的には10年近くの間、中心市街地に廃墟ビルが放置される事態となった。2006年に、中心市街地活性化法の一部が改正されたことを受け、唐津市街地において、商店街の活力を向上させることを主な検討を目的として、 唐津市町中再生推進グループが結成。旧百貨店ビルとバスターミナルを中心とした再開発が提案された。2007年には地権者による再開発の検討が始まり、翌年には大手口開発株式会社が発足。唐津市にも市街地再生推進本部が設置され、市街地再生を全庁横断的な課題として実践にあたる体制が整えられた。 2010年に旧百貨店ビルとバスターミナルの解体が始まり、同年9月に解体を終える。2011年6月に再開発ビルが開業する予定である。ありがとうございます。